兵庫県の南西部に位置する姫路市は播磨地域の中核都市です。展望台から日の出を眺めることができる小石壁公園では、明石海峡大橋や淡路島、家島に四国までを見渡すことができます。ここは太陽公園石野エリアです。石野エリアでは世界各国の建築物のレプリカがずらりと並び、世界旅行するような気分を味わうことができます。ドイツのノイシュバンシュタイン城がモチーフとなった白鳥城では 3D トリックアートを楽しむことができます。また自然が豊かな姫路市北部では森林浴や登山を楽しむことができます。あなたも姫路市を旅してみませんか？